とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も縛りプレイやっていきましょう。今シーズン、ほんと楽勝なんで、だいぶ縛りかけても大丈夫と思うんですよ。なので、今日はアーティファクトとエンチャント禁止でいきます。さすがにね、装備のパワー上げないと無理なんで、まあ、アーティファクトとエンチャントだけは、ちょっと禁止していきたいと思います。はい、まあ、さすがにちょっとはきつくなると思います。さすがにね、結構きついでしょう。いや、でもそれでもそうでもないかもしれない。はい、まあまあ最初のね、序盤のうちは問題なくいけますね。アーティファクトとエンチャント禁止。はいはいはい、いきましょう。装備は取っていいからね。装備はありなんで、まあ、とにかく元のスキルが強いやつをつけていけば大丈夫かな。これ武器どれにするかだよね。武器何にしようか。途中で出るボーンクラブもなかなか強いからね、あれでもいいけども、どうだろうな。まあいりません。まあ候補としてはボーンクラブか、両刃斧のどっちかですね。いや、いつもなんか両刃斧でいくから、ボーンクラブでいこうか。いや、ちょっと、どうだ、大釜が両刃斧の方が楽かな。いや、でもまあいけるね、多分。確か6回ぐらいの報酬でボーンクラブが出たと思うので、それでいこう。そうそうそう、今回はあれだ、ドラを取るためにボーンクラブを諦めなきゃいけなかったんだ。なんで諦めずに行きましょうか。よし、ナイス。全然当たってねえっすね。全然当たってない。はい、4回クリア。まあまあまあ、まだまだ全然余裕です。パワーシェイカー取ろうとした。危な、ダメなのよね。アーティファクトは取っちゃダメ。ここちょっときついかも。うん、ここアーティファクトないとちょっときつい気がする。パワーシェイカーで一気に押すか、足止めをするかしないと、このネクロが結構きついんだよね。危ねえ。 OK、 ネクロあと1体。よし、ネクロからいけ。増やされるからね。やべ、もうこれきつい。これきつい。雲とのコンボがきついな。いや、アーティファクトなし意外ときついぞこれ。うん、無理に突っ込むとやられるし。ちょっと待って、ある程度敵、おい、ちょっと待って、ちょっと出方が変だぞ。まあ、いっぺんに出てきたけども、まあ、これはこれで OK か。ちょっと待ってよ。ここを、ある程度減らしていこうか。うん。いや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 、増やす増やす。よし、OK。よし、OK。いける。ちょっと先に行き過ぎたね、さっきのは。もうちょっと様子見ながら先に進めば、いけそうな感じでしたね。まあ仕方ない。あ、いいか。とりあえずこれ持っていって、で、次の回でボーンクラブに変えようかな。剣じゃさすがにここは難しいよ。うん、ここもアーティファクトないと、剣だけでは多分無理だわ。OK。
と待って、ポーションがクールダウン中、これあるから嫌なんだよな。よし、こう階層をまたいだらもう完全回復してくれたらいいんだけど、そういう仕様じゃないからね。でここでボンクラブ、うん、で行こう。主要な武器は今回確かボーンクラブと両刃斧とあと星なき夜だったので、まあ、それならばボーンクラブが一番使いやすいかな。 OK ノックバックさせていけば多分ボスたちもそこそこ余裕にいけるでしょう。これもともとエンチャント良くないもんね。そんなにいいエンチャントついてないので、まあ、ないも同然ですよ、まあ、ただアーティファクト取れないのは本当にきつい。シャワリー、防具何にするかな。防具は何にするか。でもここはさ、あげないといかんよね。だよな。ここ防具上げていかないとやっぱ無理になるんで、これでもうスケールそのまんまでいいか。うん、いやーでもなんか最後耐久力耐えてなそう。ちょっと待って、アーティファクトないから倒しにくい。よっしゃよっしゃよっしゃい。凍結もらったらもう一気にダメになるね。もうよし OK。 もう終わり。え、球体、まあまあまあ全然ここら辺まではいけるね。で星寄りは取らずに行きましょう。うん、星寄りなし。あ、最後の亀取ろうか。火力は減るけども、いや結構減るな。いやでもアーティファクトない分耐久力重要ね。結構重要だよね。よし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 、いった。はい、終わり。10回おしまーい。次は いらんね。エンチャントよくないよね絶対ね。あ、いや吸血ついてる、吸血と火属性ついてる、これいいよいいエンチャントついてるじゃん。いや、いい武器でしたわ。うん、タワー向きのエンチャントがついてるね。いや、まあ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 いいや、なんとかなります。こんなたくさん矢が出てきてくれても、まあまあ最後の方には使うかもね、もしかしたら。うわー食らってる。大丈夫ね、ナイス。よし次行こう。いやバトルローグ、火力上がるけどもアーティファクトないし耐久力下がるし、やめとけ。うん、これ反逆者欲しいな。反逆者あればもっと楽なんですけども、今回ユニークないからね。ユニークがないんすよ。なので反逆者にはならない。ヌスッと取ればいけるけども、最後なんかヌスッとあったよね。それでもいいな。はい、ボス
ちょっときつい。落とす方向で行ってみる。待て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 、めっちゃくちゃ食らう。落とそう。はい、ナイス。でこいつも OK、 ナイス。いい場所に行ってきてくれるよ。待て待て待てよ。うわバカ、落としたかった。穴回避されたね。はい、おしまい。あ、まだいた。終わり。まだいるんかい。はいはい、いいんじゃない。ここじゃなくてもうちょっと先に盗っとあったよね。確かあったような気がするんだけど。でここをボーンクラブ。いやー、パワーが上がりきれない。100になるんだけどね、いい時は。やっぱアーティファクト取ってないんで上がりきれないなー、パワーが。でも95あればいいか。うん、十分な火力だね。よっしゃ、 OK、 行こう。え、上まだ出るよね、確か。よし、 OK、 ナイス。いいんじゃない。で、こいつらで押し。はいはい、これ終わり。あー、パワーシェイカー取りたいね。ハーフーンでまずは押してきます。まずは使いますね。 無理しないように。いける、よし。あと残り6回か、まあ、余裕ですね。待て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 、鍵変にワープすることがあるからさ、それがちょっと心配。 OK、 いいね。はい、次。あー、いや、いいか。火力特化でいきます。ここちょっと敵多いけどね。ちょっと敵多いけども、なんとかなるでしょう。よし、多いわ、めちゃくちゃ多いな。なんでも、うんうん、大丈夫大丈夫。ボーンクラブを押せ押せで倒せる。よし、終わり。いけるな、これはいける。こっちやろうね。あ、そうか、そうそうか、そうか、エンチャント入れちゃダメなんだ。そうだった、エンチャント入れようとした。マルチショット入れようとしたわ。危な、危ない危ない、取り直しになると思った。やべえやべえやべえ、ちょっと待って、ここきついぞ。ちょっと待って、これ戦う場所間違えるとやられるな。ここだわ。うん、ここでちょっとずるいけどね、こういう戦い方しないと。ほら無理だ。よし、 OK、終わり。はいはい、まあまあ位置取りよね、位置取り重要ね。ちょっと待って、
盗っ人なかったっけ。まあなかったのかな。でここも速攻では倒せないんで、半分かな、半分だろ。おっと危ねえ。よし、つまつま行くしかない。よし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 、オッケーオッケーオッケー、オッケー。まあまあ、うん、いい感じじゃないですか。いらんいらんね。うん、ちょっと待って、ここも結構できてるぞ。え、いけるいける。ちょっと雲に注意かな。うん、ちょっと雲は注意したいところ。あ、危ね、危ない危ない危ない。エンチャンターうっざ。待て待て待て、お前がいると火力が上がってダメなんだ。よし、オッケー。あと2体か。はい、もう倒した。20回おしまい。いやいや、なかなかちょっと危ない感じになったか。あれ防具がねえぞ。もう最後の最後だったっけ。いや、盗っ人あった気がするんだけどな。ここもね、エンチャンターまず倒しとかないと済むね。待て、危ねえ、危ない危ない。よし、もっ、あ、ナイス、いいよ。よし、待て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 、お前、オッケー。雲が鬱陶しいけどね、いけました。これはもう確実、終わりだ。よし、ではボス行ってみましょう。防具あるよね。あったあったあった、5091。あ、うん、こっちの方が全然いいね。でも火力こ、いやいや、こっち帰ろう。うん、行きます。うん、やっぱね、攻撃速度上がってないと雑魚と戦いにくいんだよね。いや、結構きついぞこれ。うん、これアーティファクトなしマジきついな。オッケーオッケー、やっべえなこれ。もう回復するしねこいつ。いや、なんかリフレッシュかなんかないと厳しいな。いや、きつい。うわー、きつい。こ、最後の最後がきつすぎる。マジか、ここきつい。よし、うん、ちょっと減らしきれないのよね。回復すんなよ。ちょっと待って、これポーション2回ぐらい使わないと無理かも。いやー、ちょっと回復しよる。回復すんなって。あー、もう そういう鬱陶しいやつ出てこないで。よしよし、もうちょっと回復しすぎだって。
もう、あいや、きつい。やば。いや、最後の最後がこれ火力不足できついな。うん、いや、これもしかしたらスケールメールのまんまいってた方がザコ倒しやすかった、もしや。うん、オッケーオッケー、よしよし。いや、このね、再使用の1分間が長い長い。よし、 OK、 よし。もう一番強いやつ出てくんなって。うわ、最悪だ、難しい。はい、ということで戻ってきました。縛りしすぎた、縛り入れすぎた。やっぱね、エンチャンとかアーティファクトないと最後のボスが詰む。うん、難しいな。リフレッシュ入ってれば、あ、違う、あのボーンクラブの吸血があればまあ耐えれたかもしんないね。うん、しアーティファクトだったらまあパワーシェイカーとかね、そういうのあれば全然いけるだろうし。いや、なかなか厳しいです。アーティファクトとエンチャント禁止、厳しかったです。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。